どうも、ボルるです。今回は中盤から入手できる武器、ビームライフルの入手方法と武器解説についてやっていこうと思います。こちらのビームライフルについて話していくと、放射のビームを照射する長くてスリムなエイリアン風のライフルとなります。トリガーを押し続けるほどヒートアップして威力が増します。こちらのビームライフルの入手方法について紹介しようと思います。 こちらのビームライフルの入手方法については CG イベントで生き残ればビームライフルを獲得することができますこちらの CG イベントに関して言うと残り時間の制限がなくてですねすべての敵を倒せばビームライフルを入手することができます CG イベントが終了した際に奥の扉が開いています。この奥の扉に入っているのがですね、ビームライフルとなります。こちらを進んでいくとですね、あります。まず回収して、で、奥に紫色があるので、こちらにビームライフルがあります。 こちらのビームライフルについて話していくと、ステータスに関しては、ダメージが14、RPS が5、マガジンが30、最大弾薬数が180、有効射程が20メートルで、クリティカルヒット率が5%、モッドはなしとなっております。反動やブレがほとんどないため、集団性はトップクラスで、ですが、リロードがやや長いっていうのが特徴となります。 こちらのビームライフルを使うにあたっては弱点を打ち続けられるなら火力もトップクラスだと思います。放射能体制を持つ的には使う際はですね、選ぶ場面があります。今回は中盤から入手できる武器としてビームライフルの入手方法と武器解説についてやっていきました。こちらのビームライフルに関して言うと 反動やブレもほとんどないため、集団戦はトップクラスだと思います。アドベンチャーモードでロムのダンジョンを周回すればですね、取ることができると思います。中盤から取っておきたい武器として、ビームライフルがおすすめとなります。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。